3日坊主って言うけれど、続けられない人は3日も続けられないよね。とりあえず3日目入りました。 OK。 今回はだいぶね、今度は近代ではなくて時代が昔に行きます。昔ってね、なんだよって感じだけどね。はい、894年、さすがにみんなよく知ってますよね。日本が始まった年、先に戻そう遣唐使って、この語呂合わせ考えてるとね、天才ですよね。そのまんまですね、これね。菅原道真っていう人がこれを提言したというふうにされています。で、実は遣唐使ってですね、いろんな人が言ってるんだけど、一番有名なのはこの2人ですよね。最澄と空海ですね。いわゆるその中国へ行って仏教を勉強してきたお坊さんです。語呂合わせがあるんだよね。天台宗の比叡山延暦寺で、天才比叡って覚える場合と、それから空海真言宗高野山金剛寺で真空無事覚えるような、まあいろんな語呂合わせがあるのでね、ぜひチャレンジしてみてください。で、当時のお坊さんというのは、実を言うとそのね、宗教家という以上にどちらかというとお医者さんだったり科学者だったりする側面があるので、それでね、中国行って様々なことを勉強してくるというようなことをやったわけですね。ただ、ですね、実はこの13年後にこの唐ってね、滅亡してしまうんですね。ですので、この菅原道真っていうのはもうね、そんなね、滅亡寸前な唐へ行ってもしょうがないよねっていうことで、実際にこのね、遣唐使を廃止を提言して、彼はね、実際は遣唐使に任命されるんですけど、まあ、無視していかないというね、そういう、使います。で、ただですね、彼非常に優秀だったので、当時、もうすでにかなり力をつけていた藤原氏にね、目をつけられてしまうんだね。で、結局ですね、ほとんど言いがかりような形で、実際には九州の頭蓋府に、これ飛ばされてしまいます。で、その時の恨みがね、あって、その後京都にはいろいろと不幸なことが起きるなんていうような話もあったりして、その辺もね、やっていくと面白いかもしれない。で、ですね、この後なんだけれども、はい、ですね、まあよくテストに出るのはね、この中国との行き来が途絶えたために日本のね、独自の文化が育ちました、それを国風文化と言いますよ、覚えていますかっていう形でテストには出ますよね。まあ、さらにね、国風文化ってどんなのありますかっていうので、まあ一番わかりやすいのはひらがなですよね。漢字っていうのは中国の文字だけれども、ひらがなは日本語の文字でしょ。なんだけどね、これちょっと面白いのは、これ実はぴったり1000年後ってことは1894年ですけれども、日清戦争が起きているんですよね。つまりですね、これちょうど、中国との関係が1回切れた1000年後に今度は中国と戦争しているって、なんかこうね、因縁じみたものを感じますよね。ただし当時の中国の唐とこの時の清というのは同じ中国ではなくて、実際には民族も文化風習も全然違う、中国なのでね、その辺も、より詳しく勉強していってほしいなと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次はどんな年号がかな？僕もまだ決めてないんだけどね。